以上、13名生存です。それでは皆様、話し合い開始前にマイクのミュート解除をお願いいたします。それでは、8分間の話し合いを開始してください。どうぞ。おはようございます。おはようございます。7番、今切れ廃止でございます。ありがとうございます。進行なんですけど、4分ぐらいに仮で3人ぐらいちょっと重点的に話してほしい人指名しようかなと思ってて、最後2分に1本指定します。でその3人の時点では役職回避とかしないで大丈夫です。ではどうぞ。懐かしい、ね、本指定まで待つ。懐かしい、懐かしい。仮指定ってなんか昔はやってた。ああ、そう。じゃあ思ったことを言います。出てきた時の表情が今木、工藤さんが怪しいと思ってたんで、今木が霊媒師でホッとしてありがとうって思ってますぐらいです今のところね。はい、きっかけに、ね、なればと思います。はい、なんか本当っぽいな。ひろきさん、今木さん出た時、ありがとうございますって結構気持ちこもってたんで、嘘言ってなさそう。なんか別にありがとうに気にしてたわけじゃないけど、今のストーリー作ってたにしてはできすぎやなと思っちゃうから本本っぽいなって思う。あれ、ひろきさんって今木さんを出方怪しんでた、出方っていうか出た時、あ、なんか顔の表情硬くて作ってるなって思ったの。硬いと思って今木が作り出したから、なんか、うん、ちょっと怪しいかなと思ったんで、はい。それだと私悔しいなと思っちゃいそうだなと今聞いて思いました。難しいですね、そのえ、だって今木さんが霊能じゃなかったら、まあ、ね、あ、そういうこと、あ、そう、はい、なんだよ霊能者かよってなりそうだなと思いました。パラスマさんが怪しいかなって今思ってます。なんで？今悔しいって発想を改めて考えてたんですけど、うん、怪しい顔の人がいて、その人が釣れなくなるから悔しいっていう人外視点の発想かなってちょっと思ったからってだけなんですけど。ああ、そういう考え方ができるのか。理解。うん。まあ、違いますけど、まあいいや、うん。多分あれじゃないかな。普通に怪しい先が間違ったから悔しいっていう。いや、してました。近かったです。医者視点側の方かなって。一旦買い取ってたけど、あんまいいや。なんか僕今の、さん今なんか、あ、どうぞどうぞ。僕今の金沢さんの意見、どっちかというと咀嚼不可だったんですけど、どっちの要素で取っていいか分かんないっていうのが正しかって、で、旅地の金沢さん殴りは割と殴りやすそうな意見で殴りに行ったように見えたけど、なんか旅地の考え自体はなんかちょっと伝わるなってところがあったから、今旅地と梅健とハイブリさんの3人をちょっと処刑したくないと思ってます。なんか伝わるというよりか、旅地の方が正当だと思ったけどね、うん、俺は。むしろ。だって、疑っていた人から霊媒師が単純に出てきたら嬉しいじゃんっていうのが普通の発想かなと思うから。旅地の方はまあ普通のことを思ったんだろうなって感じ。じゃあ私は変人です。いや、そう、比較するとまあ旅地の方が普通の感覚かなと俺は思ったんだけど。なんか、性格の違いだと思ってるから、俺、三玉くんの感想が一番共感はできるけど、なんか千葉県の旅地くん精査はちょっとだけ違和感というか、そこまでそんな発展させることかなと思っちゃった、うんうんうん、千葉県さんって梅県さんとハイブリさん同等に評価してます？割と比較的には一緒の形で評価してます、うん、なんか違いってかありました？多分ひろきさんに対する言及的な多分あれですよね、うん、はい、そうです、うんうん、ひろきさん評価するのは分かるけど、それを評価した俺と梅県って別にそんな評価対象じゃないと思ってるよ、自覚してるつもりなんだけど、まあ、少なくともあの時点で同じことを考えたなーっていうところで、同じことを拾った側の方にプラスがあったぐらいのもので、別にひろきさんに対して僕はプラスを拾ったわけではなかったから、はい、一応僕の認識では梅健さんがまず拾ってハイブレさんがちょっと乗ったみたいな感じかなと思ったんで、あ、うん、まあそんな感じで。慎太郎さんって柴健さん疑ってますか？まあ疑ってるっていうかちょっと気になったんで質問飛ばしてみたぐらいのあれですね。一応仮なんですけど、元気、柴犬、工藤の3人で行こうと思ってますが、普通に外行く可能性もあるんで、外の人も全然喋って OK です。 OK です、はい、まあ僕、今木さんが一瞬僕に振ろうとしたの分かってて、まあ黙ってたのは他の人の話の方が有意義だろうなと思って黙ってて、僕が感じてたことはカラスマの、あの、ああそういう考え方もあるんですね、良一さんとか、私が変人だったんですねって、なんかロボットみたいだなと思って笑ってました、うん、っていうことしかなかったから他の人に譲ってた、気づいてたけど、うん、僕なんですけど、最初表情では柴犬さん工藤丸さん疑ってて、ただ工藤丸、あ、柴犬さんに向く視点が結構多いなって思いながら議論を聞いていて、
で、さっきあの、梅健さんとハイブリさんの差別化どうしてるんですかみたいなところで、まあ、あのなんか違うとこありましたみたいな反応が俺人間らしいなって、まあ、思い直したから、なんか慎太郎さんを疑ってみようかなっていう視点を持ってました。工藤丸さんは、まあ、話してみないと分かんないなっていう感じだったっていうところですかね。僕、カラスマさんとひろきさんは好印象、まあ村印象気味にとってます。村寄りでそのまま、ひろきさんはハイブリさんとか言ってくれたやつで一緒だから、まあそこら辺の処刑候補に入ってないから、まあいい姿勢だなと思ってる。ちなみにこの人釣りたいって明確に思ってる人とかなんかいます？僕はない。あとなんかケイスケの声一応聞いとこうかな。ゆっちうめけん以外だったら現状誰が死んでも別に問題ないかなって俺の視点では思ってます。なるほど。柴犬なんかある、言いたいこと。なんかハイブリさんがめっちゃ突っかかってくるなぐらいの感じを思っていて、ちょっとさっきよりは印象が低いんだけど、釣りたいと思うほどではない。なんかりょちくんから見たら今の世界ちょっと聞きたいなと思ったぐらいかな。柴犬ちょっとだけ気になってるのは、最終的に三玉さんどう見えてる。なんかそこまで僕は強く拾えてないが近いかな。了解了解。そうなった。いや、もうちょっともうちょい喋る。あ、今して入るか。ね、すまん、柴犬行くわ。はい、ひなし。すまんね、ごめん。いい、他の人どうぞ。喋りたいことあった。工藤さん、工藤さん人間やと思ってて、なんか今木に話振られるの分かってて黙ってるのって人狼やったらちょっと浅いりそうやけど、なんかその雰囲気がなかったので、喋り出しして、してっていうか話振られた時になんかその反応が人間っぽいなって、初め怪しいんだけどそれだけで人間かなってちょっと思いました。はい、今どうぞ。あ、よちって柴犬さんに質問した背景ってどういう感じだったの？ちょっと今まとめてる最中なので後ででも大丈夫です。なんか三玉あんま喋ってて、あ、いや、どうぞ。あ、どうぞ。あ、三玉そんな喋ってない位置だったから、印象もクソもないよなと思って気になったっていうな背景でした。あ、元気さん、どうぞ。としたらさ、三玉、いい、喋っていいかな。いいよ。あ、そう、俺さ、三玉くんって、あの、旅地とその意見に対して、そういう考えじゃないって挟んだだけの人だから、うん、印象もクソもないっていう発言は分かるのよ。でも三玉さんの位置から、ハイブリさんって三玉さんのこと確か評価してたと、俺は思ってて、うん、それがどう見えるのかっていうのと、ハイブリさんが三玉くんを評価できたことも分からなかったの、正直俺。だから、どっちかに人狼いそうだなっていうのを正直思ってて。あ、じゃあ、ちょっとだけ話すと、ハイブリさんのやつは、なんか、心地が良いっていう感想に落ち着いてはいるんだけど、ハイブリさんのやつって評価っていうよりかただ意見が三玉側だったよって言っただけかなっていう捉えてはいた。ちょっと梅犬ハイブリ、あ、いや、どうぞ。ちょっと軽く補足すると、カラスマ君のやつは性格の問題だと思っている。リョチ君はそれを無理やりついたと思っている。柴犬の意見はリョチ君が攻めやすそうなところを言った、だから僕と感想が違うから柴犬を疑った。三玉君がその後に、いや、まあ、なんかやり取りのこんな感じでしょっていうふうに流そうとしたから三玉君に共感したです。そんなに深掘りすることじゃないと思ったから。あお、あ、そう、まあ、投票時にちょっと三玉さんと違和感は喋りますね。それでは話し合いが終了となりました。投票をお願いいたします。どうぞ。はい、柴犬に投票しますね。いや、そう、三玉がさ、旅地に対してした質問って、三玉自身が俺ってこれこれこういうことしかしてないから俺に対する評価ってどうもこうもつけようがなくないっていう論で旅地に対して突っかかるのであれば、あなた白いよねって言うと、ハイブリさんとかの位置って三玉の視点でどう見えるのっていう話じゃない。だってハイブリさんで、それを耳心地が良かっただけで済まされちゃったら、自分の白要素なんて取れるはずないのになっていう風に、三玉が本当にそれを思ってる人だったらそう感じてるべきかなって思ったから、なんかうーんってちょっと気になってました。はい、投票いきます。投票柴犬に入れます。で、工藤がもし今喋ることがなく答えてくれるんだったら、この投票時間中にね、ひろきとカラスマの白良さって俺どっから取ったか全く分かんなくて、というかどうだろう、あんま印象良くないなって正直思ってたから、両方ともね。だからなんかあったかなってずっと考えてたんだけど、やっぱ自分に思い当たる節が全く思い浮かばないので、もし時間があって答えれるんだったら答えてほしいです。工藤投票いきます。柴犬さんに3票目入れて、まあ、ちょっとじゃあ、僕今木さんにして仮指定されるまで喋んなかったんですよ。っていうのは、
カラスマさんに対する印象だったりヒロキさんに対する印象がただの僕の中の雰囲気の印象感覚だからどうでもいいことだから伏せてたんですね。ただ仮指定されて喋ろって言われてるから、まあ、もう喋るしかないからどんなことでもそういうことでも喋ったまで、だから別に僕のこの要素を村に浸透させたいわけでもないし、ただ僕がそういうことを感じた人物ですよ、指定しますかどうですかっていうのを問うために言っただけです。なんで別に指定されてもいくらでもいいですよ僕の論は。先に行かせてほしいです。三玉投票します。柴犬さんに投票して決戦に返しておく とハイブリさんのやつ僕の捉え違ったらだけど、僕はハイブリさんは三玉旅地の発言あの捉え方に関しては三玉派ですっていうふうに表明しただけの人だと思っていたから、なんか強くその白評価を上げもらっているっていうふうな感触はなかった、まあ、ただ共感値っていうふうなところで印象はいいが、そこにポジション取りに来た狼とかは追ってはいる人物。ただその前提として梅県ハイブリのひろきさんへのあそこの評価っていうところは、まあ、梅県ハイブリの順ではあるが割といいなって思っていたところだったから、柴犬さんもそんな悪くないなと思っていたが、旅地君を入れたところだけ光ってはいたがっていうふうな感じの思考でした。以上、投票します。投票は柴犬さんに投票させてください。ちょっと柴犬さんの人間かなって、まあこの議論でちょっと思ったところがあったから投票するの若干悲しいんですが、俺ひろきさんに気になっひろきさんに聞きたくてですね、今木と工藤丸さんに視点を向けてて、今木から霊媒師が出て工藤丸さんを人間って言った初日だったかなと思った時に、ひろきさんってどこを怪しんでんのかなっていうのが気になってました。最初の梅健さんハイブリさんの方からひろきさんを人間を聞きされた後、ひろきさんって多分そのからいいから要素が落ちてないと思うから、ひろきさんの結構重要なポジションだなと思ってて、そこに視点向けつつ高田さんとか結構俺印象いいなって思ってます。以上です。はい、ひろき投票します。柴犬に投票します。まあ初めに人間って言われたんで、まあ黙って聞いてたんですけど、シンプルに柴犬が途中で怪しいと思ってて、慎太郎さんが柴犬の緑地梅犬ハイブリを人間って言った後に梅犬ハイブリさんのサイズ系をさせようとしたのも好印象やった。だから慎太郎さんがめちゃくちゃ人間やと思ってて、柴犬をシンプルに怪しんでたけど、まあ回避なしとなったので、柴犬が人間になるとその慎太郎さんの城も俺は剥がさないといけないなと思ってた節です。人間と思えた人があんまりいなかったんで、シンプルにみんな平等に怪しんでます、うん、ぐらいです。はい、以上です。投票します。はい、すいません、投票柴犬さんに投票します。まあ、初日思ったことは、元気さんがまず、話を振られて工藤さんの発言の後に話してた内容が、まあ、内容というか話し方がなんか結構止まり止まりだったんで、なんか結構いろいろ考えながら話してそうな人だなっていう印象が、怪しみの部分でちょっと強くなってました。工藤さんに関しては投票時の発言で結局なんか論っていうか理由がなかった感覚というか、結構大雑把な理由だったんだなって一回受け止めてます。以上です。はい、梅県投票します。柴県に投票して、今睨んでいるのが高田さんと龍地くんの2人です。で、圭介が人狼だったら三玉さんとハイブリさんが両方人間かなって思って、一旦今圭介人間過程で三玉ハイブリのところの精査をちょっと伸ばしたいなと思ってる節がございます。まあ、ちょっと感覚人間っぽい人いるけど今は伏せときます。代表します。柴犬に投票します。なんか俺が疑い始めてこんなことになってしまって申し訳ないなって思うぐらい今は村なんだなと思ってます。圭介三玉くんのやり取りに関しては、三玉くんの投票時の発言が正しく、僕は緑地くんか三玉くんだったら三玉くん派、なぜなら緑地くんは烏丸くんにやったのは無理やりだと思っているし、それを殴りやすいようにしたっていうのは当時柴犬に疑ったっていうのはさっき理由が言った通りなので、三玉派ですって言っただけで、俺白とかは言ってないつもりだったなと思ってるし、三玉くんが僕を疑う理由もめっちゃわかると思う、あの警戒してる理由がわかると思ってるかな。元気さんちょっと気になってたけど、投票時の発言に関しては僕は納得したんでちょっと印象が良くなりました。以上です。投票いきます。柴犬さんに1票。元気さんから疑われましたが、結構僕元気さんのことは人間かなと思ってて、まあ、柴犬さんを人間で推理してるんだったら、まあ、僕が怪しくなるのは理解できるし、まあ、最初の方にひろきさんが若干白上げされて、そこからまあ注目浴びてなかったから、そこを警戒するところとか結構ムラなのかなって思いました。まあ、ただひろきさんの投票中の発言も結構良かったんで、まあ、元気さん一番印象よくって、まあ、時点で
ビシロヒロキさんぐらいかな。まだヒロキさんは全然変わるかもしれないけど、そんな感じで見てます。投票します。千葉県に投票します。人間だと思ってるのがハイブリさん、白色の人だと思ってるのがヒロキさんみたいな感じです。三玉さんに言うと、僕の中で思っていたのは、三玉さんはカラスマさんの精査をフラットにした人、ただどっちかというと人間上げした人、僕はカラスマさんを叩いた人、柴犬は三玉両親の意見をどっちも脳内で思い浮かべてたけどどっちにも傾けることをしなかった人ってニュアンスだったから、柴犬さんの中で三玉さんの意見は少なくともなんかどう聞いてたんだろうなっていうのは気になりましたって感じかな。はい、投票します。投票柴犬投票で申し訳ない。柴犬が人間だった場合に、あの全力の推理を遺言とで残してくればなと思ってます。あんまり思考開示は強くしないんですけど、僕はどっちかというとちょっと初動の動きとかで今日一旦釣らなくていいかなみたいな感じで結構弾いて、最終的に科目気味もしくはヘイト気味、集まってる気味のところを指定する方針だったので、明日からフラットでいいかなと思いつつも、まあ一応僕の中で頭の中で考えてるのは、元気慎太郎は、あ、慎太郎さんがまあ和解を申し出たけど結構二村はありそうかなっていう感覚を持ってたのと、三玉圭介の位置もなんかどっちかというと議論でなんか詰めてってほしいなって思ってます。以上。はい、柴犬投票します。投票ひろきさんに投票します。投票時にひろきさんの疑いが僕はどちらかというと増した方だったから、慎太郎さんには僕はプラスマイナスで、プラスは元気さんの人間評価、マイナスはひろきさんの人間評価っていうところかなというふうに感じていました。僕が行ったのは梅犬ハイブリのところの精査、サイ付けではなくて両方とも人間らしいという考えを述べたことだったから、ひろきさんの指摘したことはそもそもずれてるなというふうに思っているため若干疑ってはいます。よちくんが柴犬にとった質問する行為に関しては、まあぶっちゃけそこまで頭が回ってなかったっていうのが正しいかもしれないけど、なんだろう、ちょっと意地悪だなって思ったのがちょっと心の気持ちではありました。遺言で言います。それでは投票の結果、本日処刑されるのは柴犬さんです。遺言をお願いいたします。はい、で、トータルで人間だと評価している2人いて、元気さんと梅犬さんが2人今人間かなというふうに僕は推理をしています。高田さんに関しては広木カラスマのところに矢印を向けている状態なので、この3点とのやり取りを見ながら判断していけばいいかなというふうに僕は思いながら聞いていました。慎太郎さん疑うログは残したけど、どっちかっていうと人間寄りで見てます。ハイブリさんと梅犬のサイ付けを慎太郎さんはちゃんと見ていて、柴犬に対して精査を気持ちを入れた行動には見えていたので、人間寄りの推理ではしています。その他の人はあまり分かってないという状況です。あとはお待ちください。以上です。それでは柴犬さんを処刑したにもかかわらず、恐ろしい夜がやってまいります。生存した皆様はビデオの停止を押してください。それでは皆様、おやすみなさいませ。これ以降は能力のやり取りは、人狼以外はディスコードにてやり取りさせていただきます。恐ろしい夜が明け、朝がやってまいりました。昨晩の犠牲者はひろきさんです。ひろきさんはビデオの停止を押してください。それでは現在11名生存です。皆様、2日目の話し合い開始前にマイクのミュート解除お願いいたします。それでは議論スタートしてください。どうぞ。おはようございます。おはようございます。占い師です。占いです。いいとこから出てくるな。慎太郎さん、いい、ね、じゃあ俺から結果言っていいですか。どうぞ。はい、カラスマ白、慎太郎黒です。おお、はいはい。占い結果、今木さんが最初の白 で今日圭介さん占って人間です。占い理由どうぞ。どっちか言います。どっちからでもいいですよ。まず昨日の段階で俺はカラスマの白を持っていて、で工藤がカラスマと、ヒロキを評価している状態が俺はおかしいと思っていたのね。客観で見たら俺はカラスマはそんなに白いと思われる人物じゃないと思っていたから、まあ初動は工藤を占おうかなってずっと思ってたんだが、理由がないっていうのがめちゃくちゃ白っぽいなと思ったので一旦外して、で三玉と圭介とかっていうか、三玉とかその辺のラインは釣り処理とかっていう形が自然かなと思うので、慎太郎と元気のやり取りが俺は不自然かなと思ったので、元気から慎太郎へのタッチで、慎太郎から投票時の元気のタッチがおかしいかなと思ったので、慎太郎になって黒結果です。はい、まあ僕占い理由を話すと、まあ正直そんな怪しい位置いなかったんで、まあ白でも黒でも価値がある人間占いたいなってことで、まあ、圭介さん占って、まあ、人狼だった場合に梅犬さんとかの三玉ハイブリ両白なんじゃないかっていう話もあったし、まあ、今回人間なんですけど、その時はじゃあ圭介さんの整理を信じて三玉さんとかハイブリさんの精査を引き続きすればいいかなと思ったんで占いました。うん、 OK です。今日グレー処刑します。でベースグレランでいこうと思います。霊結果は白ですか。あ、霊結果ごめん、白白失礼。白ね。白
一点だけ今木さん確認していいですか。今木さん昨日言ってた慎太郎元気にいそうってのは片方って意味ですか、両方あり得る。あ、ごめんなさい、僕どっちかというとあの両方良い意味で取ってたんですけど、そうそうそう、あ、そっちかんだ。あ、ないですけど、ごめんなさい、ごめんなさい、あの別に場面変わったんで全然 OK です。カラスマ C にしか見えんけどな、カラスマ。めっちゃ溶けちった。うん、剣士 C にめっちゃ見える、めっちゃ見える俺、まあ、俺自身がそう言われてたしな、思う。あ、俺ってことで、カラスマってどういうこと。いや、高田さんって言った。あ、俺ってことでいい、うん、高田さん C って、うん、あ、高田さん。ヨチ君ってなんか今グレーに対して持ってることって何がある。むずい。今ちょっと言語化できるものが少ないからちょっとだけ後でって感じかな。オッケー。なんかじゃあこのまま剣士シーン、あ、どうぞどうぞ、先に喋って。あ、喋っちゃうと、まあ、昨日投与中述べた通り、初動でいった梅剣ハイブリの、まあ、B 資料として今処理をしている中で、ハイブリさんはちょっと警戒しなきゃいけないなって思考を持っていたっていうのに追加していくと、まあ、一旦この場面だったら、なんか、圭介さんっていうのかっこいいっていうのはなさそうだなって、今現状一旦処理していて、で、プラス元気さんもなんか、紙からあんまりお金っぽくないなって一旦置いているので、駆動、予知の位置の精査をしたいなって思っていました。あ、圭介、まあ、さんが囲われてなさそうなのは割と同意かな。そう。あと、慎太郎さん、狼刺さった後に、圭介指導って、相方で出しづらいかだっていうふうな薄い要素ではあるけど、一旦そう処理してます。なんか俺、慎太郎くん人狼だと思ってるんですけど、その柴犬さん殴りに行ったじゃないですか、慎太郎くんって。あれの手前いるようで、うん、もうすでに梅犬が、ひろき圭介を評価してたと思うんですよ、僕の記憶では。あ、これが合ってた場合って、あんまり別に圭介さん相方の場合に、釣りそんなあの呪文で作るかなってイメージがあって、慎太郎くんに対して。っていう理由。あの、慎太郎さん人狼だとしたらってことですね。あ、まあ、人狼だと思ってますけど、はい。梅犬は。梅犬さんなんか欲しいな。なんか意見欲しいな。誰さんなんか、ああ、僕、うん、動きがなければ旅地に投票しようかなっていうところ、三玉さん置いときたいなっていうところ、現状慎太郎さんが本物かなって思ってます。ちなみに三玉を保存したい理由って何。圭介が白で、圭介が、僕は慎太郎さんが本物に見えて圭介白仮定した時にまだそこに会話の余地がありそうだと思っているから。僕、梅犬は釣りたくないんですけど、三玉さんは正直めっちゃ釣りたいなと思ってて、ハイブリさん人間家庭からスタートしてるから、僕は梅犬さんと入り口が違うんですよ、ケイスケ人間家庭からスタートしてる人と。だから、なんか今日のグレランで、もしも誰処刑しますかって言われた時に、ケイスケにしろ刺さってる現状なら三玉さんの方を処刑したいと思っているし、梅犬さんが、僕は慎太郎さんとの相方どうすればなさそうだなって思ってる部分があって、まあ、慎太郎、圭介、梅犬みたいな三度の時だったとしてもありえないかなと思ってるのは、なんか慎太郎、梅犬で、圭介さん、白で、確かに思考リソース、梅犬さんが圭介さん人間って言ってるから、まあ、自分のグレースケール的に戦いやすいグレースケ作りにはなってても、なら梅犬さんまで囲えばいいかな論で、慎太郎、梅犬なさそうだなと思ってることと、高田さんの占い結果的に、僕、慎太郎さん人狼なら梅犬さん人狼薄そうだなと思ってる理由がちょっとだけあるからみたいな感じ。逆か。逆だわ。慎太郎さん人狼的に、高田梅犬がないと思ってるね。結構みんな慎太郎さん2世に偏ってるんだね。俺は主観だけど、フラットフラット、俺はめちゃくちゃ主観で、自分が結局間違えて柴犬を叩いてしまって、それに乗っかった順が慎太郎リョチだと思っているから、慎太郎くんの方が人外だった場合はリョチくん白で、三玉くんの方がグレーやったら釣りたいかなって感じ。うんうん、あ、同じような考えをしてます。だから剣士が真に見える。ケイスケは三玉さん会話したいというよりも釣りたいって意思の方が結構強そう。あ、俺白当たっちゃったからもう会話ができなくて、うん、でそもそも三玉がさっき駆動領地に視点を向けてくれたじゃないですか、うんうん、ただ僕の目線から梅犬領地をそもそも論疑ってないんですよね、うんうん、そうそうそう、だから駆動さんであればその三玉駆動から選択することはできるかなっていうところが今の立場なので、これを三玉に表明した上で駆動さんの話も聞いてみたいかな。もしまだ入ってない、さっき言ったので全部、うん、ありがとうございます。三玉はどう？予知から人種向かれる前は、どっちかというと僕、占い師の際、そんな激しくつけておらず、なんか、圭介さんの囲いがない人、烏丸さんの囲いあってもおかしくない人って思っていたから、だから一旦フラット戻すために、工藤さんの方を落とした方が、明日以降の、なんだろう、決め打ちの時には議論きれいかなと思ってたくらいだったけど、予知から目線向いてどうしようかなって今考えてる。工藤さん単体で怪しい要素、人間っぽい要素は両方とも拾えていない状況。え？で駆動に投票したいってこと？あ、で予知から向いてからどうしようかなって今考えてる最中です。まだそこ結論は出ていない。うんうん。元気さんは
いや俺慎太郎さん黒出ちゃったからなんかちょっと自分に都合のいいようになんか推理しちゃいそうでなんか迷っちゃってるところがあって、俺はもう昨日なんか柴犬さん人間らしいなってところが慎太郎さんに向いてたから慎太郎さんが人狼に見えちゃってるってところがあって、そうするとさっきケスケが言ってたように、うん、よちみたまだったらなんか三玉投票しようかなだし、なんか そこを手つけないんだとしたら、うん、工藤丸さん投票とかかなって思ってるって感じ。一旦占い師2人最初行ってください、うん、で僕もう拾ってる様子をできる限り出してほしいな、結構むずいと思うな。それでは話し合いが終了となりました。投票をお願いいたします。どうぞ。投票は三玉さんに入れます。まあ、元気さんの白をまだ引きずっており、工藤さんもあんまり人狼っぽくはないと思っていて、まあ、対抗が狂人でも人狼でも、まあ、宝さんが占い理由を喋ってる時に工藤さんがめちゃ納得した表情を見せたんで、まあ、老老っぽくないし、宝さんが狂人の場合はもう透けてるんで僕黒結果で、まあ、その時に強く宝さんシーンっていうのがあんまり人狼っぽくないなと思ってます。まあ、三玉さんの元気さんと、まあ、白ではあるんだけど圭介さんの白上げの理由が僕はあんま納得できなかったため三玉さん投票、まあ、時点でロチさん投票も考えていたけどっていう僕の思考でした。はいはい、先投票いきます。投票は三玉に入れます。まあ、太鼓が入れてるけど入れます。てか三玉の発言、俺は最後がすごい違和感てか上げ足取りっぽくなっちゃうかもしんないけど、工藤に投票する意思があるような喋りをしていて、でも工藤が白か黒か分かんないような会話をした後に明日が決め打ち日で工藤に対する白助的な発言だと思うんだよ。白白を釣る前提で考えてる脳みそになってると思ってるから、別にこれ工藤を釣る意思で工藤が釣れたら明日決め打ちじゃなく黒の可能性が欠けてると思うんだよ。なんかそれがすごい違和感がありました。じゃあ三玉いきます。うん、どっちの方がいいのかな。うちに投票はしておきます。なんか工藤さんの色についてはなんだろう、そこは高田さん上げ足取りでしかないとだけ返しておきますね。黒がついて見えればまあそれは状況変わりますけど、今木さんが噛まれるであったりしたらそうなるっていうふうなだけの話。わからんや。なんかどっちもから入れられていて、高田さんの方が悪意的な解釈をされたなぁと思っているから印象が悪くなったっていう形かな。くらいにしかな、何かな。スキルそこまで変わってはいない。梅剣配備に差つけるなら、やっぱり配備さんの方が、あ、狼はありそう。うち、工藤丸に関しては、わからんがっていうのは一旦結論。囲われた人は烏丸さんだと思ってはいる。以上。はい。梅剣投票します。三玉さんに投票します。まあ、占い師両方が入れてることと、まあ、圭介と三玉の会話が、まあ、不必要だなって結論に至ったところ。で、まあ、高田さん審っていう声が3人から出てたので、まあ、今日1日1回途中からもう高田さん審の方に寄り添って考えてみたときに、リチハイブリ駆動が高田さん審スケールを出していて、ってなったら、まあ、僕自身が人間だから三玉元気圭介に二郎なんですけど、元気圭介が三玉を釣りたいって言ってることから、うん、まあ、圭介元気の二郎かグレーの身内を切ってるか、狼が一人、慎太郎さんはもうすでに見捨ててる構図っていう感じで、それが誰か探してます。まあ、いきますね。三玉さんに入れて、なんか、ちょっと遅いのかな、俺。なんか、元気さんとか、ハイビリさんとか、メケンさんが弾かれてるのは、多分、これ、まあ、僕の中では仮想白市だから別にいいんだけど、村もそういう考えなんですかね、これ。うん、まあ、いいんだけど。で、まあ、三玉さんか、ルチさんかってところで、僕は、ケイスケさん囲われてない派で、まあ、仮に囲われたとしても、まあ、ケイスケさんが白いと思ってるヨチ君釣ったところでな、例えば明日それが悪い方だと白結果じゃないですか。その時ケイスケさん動かせないし、なんか例えば宝さんからケイスケさんの黒が見つかったとしても、なんかいくらでも弁明しやすいだろうなとか思うから、まあ三玉さん落とした方が、そこら辺のケアもなるかなと思いました。投票します。三玉さんに投票します。僕は占い審議フラット派です。先に言っとくんですけど。慎太郎さんの芯を全然考えてるし、慎太郎さんの白席に圭介が刺さってるから、じゃあ三玉さんって完全敗のうちに処刑したいよねっていう発想で三玉さんのことを疑ってるみたいなニュアンスです。梅剣高田の狼同士がないと思った理由は、梅剣さんが圭介白塾で推理進めようとすると必然的に浮いてきて高田さんとか工藤さんの位置に狼位置で吸い付けなきゃいけなくなっちゃうよなっていうスケールからだったんですけど、まあ、高田さんが占い使用する前提なら別にできんことないかと思って、慎太郎さん目線の梅高はギリ追ってるぐらいの感じですかね。投票します。
すいません、三玉に投票します、ごめんね、占い師両方から入ってるので多分この方が良いかなと思ってるのと、ケイスケに1個聞きたいのは、両中名剣を両方人間だと思ってる要素普通に知りたいなと思ってて、この清掃俺めっちゃむずいなって思ってるけど、なんか例えばハイブリさんの白が完全に合ってた場合とかはなんか普通にいそうかなって思っちゃってるから、なんかそこら辺のスケールは普通に力を貸してほしいなと思ってます。そう、自分の中のね、まああんまり良くないかもしれないけど、ちょっと仮想白市で元気さんは一応置いちゃってるんですけど、元気さんもこの投票中に今思ってることとかはフラットにできる限り言ってほしいなとは思ってます。以上、投票します、三玉くんに投票します。剣士シーンって言ってる中だと僕シーンだから一応工藤くんだけ人狼あるかなと思ってる派、これ剣士シーンの時ね。慎太郎くんのシーンの場合はほぼ両地くんと剣士が人狼だろうなと思ってて、元気さんはどっちにしても村だろうなと僕は今日自分の都合のいいように解釈してしまいそうだからっていう懸念を持ってるところがめちゃくちゃ村人っぽいなと思ったんで、めちゃくちゃ好評かなと思ってます。以上です。はい、投票します。投票は三玉投票します。悩んでた理由は、まあ慎太郎さんを人狼想定していた場合に僕はその人狼が投票しているところに投票する人狼ゲームをあんまりやってないからなんですけど、まあ今で言うと、正直まあ三玉が今日処刑されて三玉の色結果が見れるんだとしたら、そこからなんか両地とか接するかなって感じなんですが、慎太郎さんが人狼だった場合俺は両地人狼かなって思ってました。なのでハイブリさんと結構推理は一緒な感じでしたと、あ、今言ってた感じでそうそうかなと思って聞いてましたかね。でも正直工藤丸さんとか向けさんとか分かんないって感じですね。ハイブリさんの印象がいいと見えてます。ケースケ投票しますね。まず立場として現状予言の真偽全くつけてないフラット目で見てるということを伝えた上で、今木に言っておくと梅剣に対して感じたのは、現状ひろきさんが襲撃されたことも一つ後押しなんですけど、梅剣がひろきさんに序盤で本心から物事を言ってそうな人だなっていうふうに解釈をして、それをあの口に出したこと、その感覚が僕と近くて、その考え方自体もちょっと人間らしいなと思ってたことと、旅地が、議論序盤に誰かを疑う議論を最初に作ってくれた人だなっていう感覚があったんですよね。はい。だからちょっとその二人を結構印象よく見てました。ただ投票時に一番人間っぽいと思ったのはカラスマさんなんですよ。だから元気駆動にも視点を向けるべきだなとは思ってました。以上。三玉投票です。はい、投票します。投票三玉さんに投票します。まあ、三玉さんが、まあ、しきりに何度も言ってる、囲いがあるならカラスマっていうのが、まあ、初日の流れから、まあ、ケイスケさんの白要素を言ってたのか、まあ、それとも、一回私のことをフラットに見てくれた、リュウツさんからの殴りに対してフラットで見てくれて、それで、高田さんの初日の私の触れ方を見て、囲いがあるならカラスマ、この精査に村人で行き着くのか、まあ、遺言でちょっと参考にしたいかなと思ってます。元気さん白一度行ったらかなり楽です。占いが残ってたら決め打ち間違えなければ負けないと思います。以上です。それでは投票の結果、本日処刑されるのは三玉さんです。遺言をお願いいたします。はい、騎士じゃないので大丈夫です。なんかまあ議論聞いてて死ぬんだろうなと思いながら一日を過ごしておりました。なんかもうちょっと思考を吐き出しておくと、なんかカラスマさんに関しては、ケイスケさんと比較をした時に囲いがあるならそっちだよねっていうところ、ただ今日は考えないのでっていうふうな形で、一応危機感を示すためだけに言ってたので、カラスマさんの単体の精査は終わってないです。よちくんとは切れてるかなと初日の議論から思ってはいるので、なんか僕の問い先が合っているよちくん狼であればカラスマさんは白のままでいいかなと思っています。で、高田さんと慎太郎さんに語りかけておくと、高田さん真の場合はなんか危機として僕に投票してきた夢剣駆動よちの位置に、まあ、強人が待ちててもおかしくないので、そこは占い先の参考にしておいてください。慎太郎さん真の場合はどうしようかな、カラスマさん白とか引いた方が強いのかな、なんかそこはちょっと考えていただけると嬉しいなと思ってます。ってくらいかな。一旦なんかいろいろ懸念はしてますが、スケール自体は吐き出したところから変わりはないです。元気さんが襲撃先から白っぽい、ケイスケさんが慎太郎黒、慎太郎真、同軸でもなんか人間っぽいなっていうふうなところを持っていた感じですかね。はい、以上です。それでは、三玉さんを死刑者にもかかわらず、恐ろしい夜がやってまいります。生存した皆様はビデオの停止を押してください。それでは皆様おやすみなさいませ。恐ろしい夜が明け、朝がやってまいりました。昨晩の犠牲者はいませんでした。それでは現在10名生存です。皆様3日目の話し合い開始前にマイクのミュート解除をお願いいたします。それでは話し合いどうぞ。おはようございます。おはようございます。おはようございます。どっちからいきますか、これは。はい、
じゃあ私から行きます。梅県黒です。あ僕は結果ハイブレさん人間です。おお、はいはいはい。ラネリュウどうぞ。あ、じゃあ俺から言います。梅県って昨日の段階で慎太郎を真に見ている人物で、でその慎太郎が圭介に白結果を打っている。梅県はそれを受けた状態で御霊を保存っていうのが俺はどうしても理解ができなくて、梅県が慎太郎を真に見ているんだったら、圭介にその白結果を受けるんだったら、全然御霊が鶴市に入るにもかかわらずそれを保存しようとした梅県が単純に違和感だったから占って黒。あと単純に心象が良くないし、視点から見てね、白結果だったらそれはそれで良かったんで、うん、はい、うん、理由を話すと、まあ、占い決め打ちになる可能性が多いのあるから、僕目線では黒を見つけるのが一番効率がよく、まあ、工藤さんと元気さんを推理から外し、まあ、呂地さんは考えたんだけど、白結果だった場合、慎太郎ロチ疑われて信用書も負けるんで、さすがに見れなくて、で、梅健さんも僕目線印象はよく、まあ、カラスマハイブリ2択、まあ、ビサリハイブリさんのを見たんだけど、人間です。で、一応、霊結果は黒で。おー、OK、OK。黒です。多分レイグッジョブとかなんじゃないかな。どうなんだろう。まあ今日僕釣り飲むので全然。そうね。今日メケンさん処刑。高田さん視点はもう慎太郎さんがラストウルフなので、皆さん慎太郎さん視点のみを追ってください。うん、あとは、はい。ハイブリさん、ケイスケが隠しろですね。スケール全部出しておきますね。初日に高田さんとリュチを睨んでいたのは、リュチがカラスマさんに突っかかったのが柴犬の言葉を借りて僕は意地悪だなと思ったから。三玉さんの発言で、カリスマさんのやつってまあなんか二面性あるんだけど、リョチってもう片方のやつも理解をしながら殴りに行った行為が僕は殴りに行く決定打に欠けてるなと思ってからリョチを睨んでいて、そこをよいしょよいしょって上げに行った高田さんをかなり睨んでいました。で、昨日三玉さんを釣りたくないって言ったのは、今木さんが三玉圭介のところは会話の余地があるって言っていて、僕も結構それはあるなと思ったから、圭介白が出ようとも僕はそこに会話の価値があると思ったけど、白先ではあるが圭介の話を聞いたところ、いやいやもういいかなっていう風な感じだったから三玉さんに3票目を重ねた、うん、でハイブリさん占いは僕から結構ありがたくって、ハイブリさんが言っていた元気さんのなんかそのバイアスかかっちゃいそうっていう心理的なんか人間から出そうならっていう発言はすごく共感していたから、その言葉でハイブリさん自身は僕は白く判断しておらず、元気さんちょっと印象いいのとこまで上げてたから、ハイブリさんがこの位置、元気さんがこの位置だったから、ハイブリさん白が今すごくありがたくって、元気圭介ハイブリのとこまで割と白持っていけそうだなっていう。リュチは変わらず怪しい。リュチの柴犬に対する指摘もね、なんか気になるって言った後に投票中に言ってたけど、僕は変だと思ってます。だから結局、あ、どうぞ。あ、無限、リュチとさ、三玉くんの初日、そして昨日の絡みとか含めても、リュチバッター怪しい位置かな。まあ、狂人もあるかなと思ってるんで。あ、そういうね。初日から。うん、総合的にか、うん。割と初日から狂人ありそうだなって思ってたから。なんかね、梅犬が言ってることを一定数理解していて、これはリュチくんがカラスマくんに殴ったのは、うん、まあ、不当というかちょっと変だなと、無理やり殴ってるなって思っているから。ただし議論全般で見たときに一番最初に誰かにヘイト向けたのがリョチ君だから、そこは別に俺村としては評価できるかなと思ってるから、ちょっと表裏かなそこはって思ってる。ただし向けのも納得はしてる。カラスマさんの言ってたやつは僕も片面も切り取って殴ってるから、別にそこで梅健さんとかハイブリさんを非難するつもりは一切なくて、まあ、その上でただ僕は三玉さんの人狼結果から結果論カラスマさんが人狼だったケースはあるなと思ってます。高田さんの今想定してる三玉梅健慎太郎の三郎がちょっと薄く見えてるからっていうのもあるんですけど、うん、まあ、あと高田さんが人外だなと思ったやつもう一個初日で言っておくと、高田さんが工藤さんにひろきさんとカラスマさんの白要素なんだっていうふうに聞いたんですけど、そもそも、まあ、例えば柴犬が他に人間っぽいって言ってる人いなかったけど、柴犬が梅犬ハイブリとかなんか白いって言ってたじゃないですか。なんかそこに対して高田さんは別に疑問を抱かずなんか飛ばしてて、工藤さんのひろきカラスマのとこだけ聞いたんですよ。まあ、これが白先をカラスマさんで持ってるからカラスマだけピックアップして聞くならわかるんですけど、ひろきさんも含めて聞いてるんですよ。ひろきさんの白要素って、だってひろきさん最初のやつ以外喋ってないからもうあれぐらいじゃないですか、なんか感覚で工藤さんが撮ってるとしたら。だからなんか聞かずとも別に考えればわかることだったはずなのに、それを聞いてる点、柴犬の梅犬ハイブリのところは梅犬ハイブリも動いたのってあのタイミングぐらいしかないから、まあ、そっち聞かずひろきさんのやつだけ聞くんだっていう違和感で、なんか高田さんに人外要素をより持ってました。まあ多分人外要素だと思わないと思うけどな、全員が。まあ僕は当たってるんで。
まあ当たってるらしいんですけど、うん、まあ、全員が思わないと思いますよ。工藤はだってセットで言ったからね。ヒロキとカラスマで、俺カラスマ白持ってる状態だったけど、カラスマの印象って客観で見たら俺印象いいものではないと思っていたので、うん、工藤にその質問を飛ばしているから、うん、それセットで言ったことが自然だと思うけどね。で、あとカラス、まあもう一点言うと、俺が新占い師であるからこそヒロキもセットで言っていると受け取ってほしい。別にそういう意図はないけどね、意図はないけど、まあ、それは占い師だったらって考えてほしいけど、うん、まあ別にそういう意図はないけど、カラスマだけ聞くって不自然じゃん、逆にね。わかるわかる、うん、だからカラスマヒロキって聞かざるを得ない。まあそういう意図的にしたわけではないけど、高田さんがカラスマなんかヒロキはそういう理由で混ぜましたって昨日言ってたら、あ、分かるなと思ったけど、それ出てこなかったから、なんか微妙だなって。まあ、意図的にやったわけじゃないから、今、まあ、理由を無理やりつけたっちゃつけたりなっちゃう、ね、はいはい、いいですか、慎太郎さんって今どんな感じですか。ね、慎太郎目線考えたら、元気さんの白だけ弾くつもりがなく、あ、剥がすつもりがなくて、うん、工藤さんは調査精査はするけど、うん、まあ、一番疑ってるのは両津さんです。まあ、理由は話すけど、そうなるよな、見といてくれたら助かります。それでは話し合いが終了となりました。投票をお願いいたします。どうぞ。工藤投票します。じゃあ梅健さん1票目で、まあ、慎太郎くんだと、もう三玉高田領地とか、まあ、宝さんが狼っていう前提で、うん、あんま教授に見えないっていうのが、まあ、僕個人的には梅健来るっていうところからの加味してあって、まあ、りょちさんで黒出なかったら信用できないなと思ってるけど、まあでも、いや、りょちさんぐらいしか思い浮かばないな、慎太郎組先手、あと短狼で、以上です。投票します。すいません、梅健さんに投票します。僕、慎太郎さんの目線、僕目線と掛け合わせると、カラスマ、工藤、三玉、三郎の宝さん、狂人しかスケール組めないなってなってるので、僕、白見てくれたらめっちゃ助かるなって気持ちなんですけど、まあ、なんか、三玉、梅健、慎太郎の三郎っぽく今日は見えてないんですよ。昨日言った通りなんですけど、三玉、梅健、慎太郎の三郎の時に、梅健、慎太郎の二郎が、ケイスケさんに白打ったら三玉さん見殺しにするし、梅健さんがケイスケ人間置いたら三玉さん見殺しにするし、めっちゃ一郎絶対捨てる構成組んでるなとは思ってます、ずっとね。はい、投票します。投票は梅健に入れます。まあ、全体に響くかどうかわかんないですけど、例えば高田、三玉、緑地の三郎の組み合わせの時に、今日例えばじゃあ慎太郎俺が神に行く選択してグッジョブなんてことはしないじゃないですか、俺が黒結果打っているのに。じゃあ今日の俺らが3人の状態で紙を選択するってなったら今期でしょ。で、それで紙が通ってしまった場合ね、紙が通ってしまった場合って三玉の黒結果が落ちないわけじゃないですか。そうした時にじゃあ慎太郎の黒先を詰めますとかなったら、てかね、領地が生存できないと思うね、むしろ。だったらもうほぼ負けじゃねって思うんだけど、どう思いますか。投票します。すいません、ごめんね、ちょっとどうしても言いたくなって、それをめっちゃ思ってたって思ってる。ケンシが今言ったことをめっちゃ思ってたので、リチ君が、梅ケン慎太郎見たまが見えないって言ってるけど、僕は占い進路だと思ってるので、ケンシ見たまも全然見えねえなと思っちゃってる、まあ、っていう感じ。ただリチ君の狂人はあるのかなと今日の議論だと思ってしまった。梅ケンに投票します。投票いきます。梅ケンさんに1票。これあんまり良くないかもしれないけど、三玉さんの遺言からカラスマさん相方じゃないのかなって整理しちゃってるんですよね。三玉さんがその慎太郎さんにはカラスマ白を引いてほしい的な多分遺言してて、僕はあれ人狼だったら白助と捉えちゃってるんで、カラスマ三玉っぽくない遺言だなって思ってるから、だからリュッチさんで、人間だった場合は僕の整理が間違えてて工藤さんとかにいるパターンかな、もしくは宝さん狂人の梅健さん誤爆とかぐらいしか今覚えてないです、状況的に。投票しますね。これ、いや、むずくてさ、旅地が言う通りさ、三玉梅健慎太郎だった時に、三玉を疑ってる圭介に白どうなのみたいなのあるじゃん。三玉慎太郎だった時は、その疑問なんだけど、三玉梅健慎太郎だった時って、梅健がね、昨日、圭介に白刺さっちゃったから、三玉の釣りは話し合えそうだから延期でいいかなって言っちゃってんのよ。で、それに対する俺の返答が、いや、もう話し合いの必要はないかな、三玉さん釣りたいかなになって梅健が意見を翻したから、圭介に白を当てたことによるストーリー性は別にあるのかなってちょっと思っちゃってて悩んでる。梅健投票。
投票します。投票梅健さんに投票します。まあ、一応視点がまあ高田さん目線完成してるってことで、まあ、当然梅健さんが言った通り慎太郎さん新宿を考えたんですけど、りょちさんを狼だと仮定するのはいいんですよ。私の目線でもりょちさんが慎太郎さん新宿の時に狼になり得るかなと思うんですが、りょちさんの相方いないなと思って、ってなると高田さん狼じゃないですか。で高田さん狼で三玉さんとのあのやり取りがあったっていうのがなんか勝ちに来てないなって思うから、うん、難しい。お願いします。投票梅健さん投票です。慎太郎さん目線をずっとぐーっと考えてて、もう高田さんが人狼だった時は、まあ、予知だよなっていうのが思ってたところなんですけど、それはまあみんなそうだと思うんですけど、間違ってた場合がマジでわからなくて、さっき、ケイスケが言ってたように、三玉が昨日、遺言で言ってた言葉かな、ケイスケって分かんないけど、カラスマさんへの触れ方、慎太郎さんが言ってたのかは、なんかカラスマさんとの囲いにはなんかあんま見えなかったっていうのもあるし、工藤丸さんかなをずっと考えてた感じでした。以上です。はい、投票します。投票梅健さん投票で、まあ僕自身が多分襲撃されている感じだと思うんですけど、ハイブリさんが言ってた高田三玉両知の三郎内は、まあ結構僕の中では結構良い意見だなと思ってたのと、一応ね梅健さん人間の時、僕ねどっちかというと高田さん新郎目というより新郷目っぽいなってちょっと心の中で結構思ってたのよ。だからもしその軸の推理あったらちょっと一旦教えてほしいなって思ってます。うん、言う通りで、圭介四郎を慎太郎さん陣容が打ったら、ちょっと三玉死ぬなとは思ったけど、うん、僕の中でね、梅健さん、だとしたら昨日三玉釣りしたいんじゃないかなとも思ったから、そこも含めてもう一回話してみてほしいなと思ってます。以上。はい。投票は、まあ、旅地に入れときますか。ね、結論、高田さん、強靭だと思ってます。2点、理由として。まず潜伏狂人がいたときに慎太郎さんの方が狼見えてもおかしくない状況で話を中和しに来てる人物がいないことがまず1点目。2点目、高田さんがまあ今日慎太郎さんグッジョブがで絶対出てたら騎士が出てくるはずなので、今日今木さん護衛成功しかないと思っていて、ちょっと遺言で言いますね。続きは、それでは投票の結果、本日処刑されるのは梅健さんです。遺言をお願いいたします。高田さんが人狼の場合に霊能襲撃をして護衛成功が起きて梅剣黒を打ってしまうと本当に全露呈してしまうことから、どこにラストウルフがいようとも、たとえカラスマで高田さんが、ね、白で囲っていようとも、慎太郎さんの白先が全部角白になるからめちゃくちゃ弱いと思っているから、高田さんが強靭だと思っているから、白崎はケイスケハイブリさんとか若干なんか慎太郎さんに背に寄ってそうだけど、まあ一安心ができる白かなというふうには思っていて、じゃあ三玉さんの人狼で残りグレー2狼どこがつながるかって言ったら、つながるところは正直難しいけど、まあルチがラストウルフではないんだったらあのムーブはできるなというふうには思ってます。リュチがラストウルフだったら動きすぎてるムーブがちょっときついかなとは思うけど、もう一度別のグレーに潜んでいるんだったら結構活発な人狼はできるかなとは思いつつ、正直カラスマさんと工藤さんと元気さんには、まあ元気さんはちょっと白目で見てるけど精査がまだたどり着いてないところがあるので、騎士は今日必ず慎太郎さんを守ってください。慎太郎さんを必ず守ってください。僕からの言い分です。慎太郎さんを真と言っている声が全部これで消えました。はい、以上です。それでは梅健さんを処刑したにもかかわらず恐ろしい夜がやってまいります。生存した皆様はビデオの停止を押してください。それでは皆様おやすみなさいませ。恐ろしい夜が明け朝がやってまいりました。昨晩の犠牲者は今木さんです。今木さんはビデオの停止を押してください。それでは現在8名生存、皆様話し合い開始前にマイクのミュート解除をお願いいたします。それでは話し合いどうぞ。おはようございます。おはようございます。りょちさんが人間です。じゃあ工藤しろね。進行提案したくて僕今日工藤さん落としたいです。ああ飲めるけど慎太郎さん目線の、うん、そう村目線、僕が人狼の場合って別に名前よりはあるじゃないですか。わ、うん、かるわかる、理解する。うん、これで僕結構
宝さんが狂人だった場合は僕梅健さん人間だと思ってるんで、もう駆動カラスマで終わり、宝さんが人狼の場合に、まあ駆動カラスマどっちも人狼があり得るんだけど、まあ呂地さん人間引いてしまったことから、まあ駆動さんに対する再生産が必要で、まあ昨日呂地さん人狼じゃないと信用できないっていうのが、まあシンプルにラインとしてはあるなと思ってるんで、駆動さんよりって感じになってる。両偽ケアできなくね、その場合って高田さん釣った方がいいんじゃないの、両偽ケア。まあ、別に多分誰も考えてないんだろうけど、ごめん考えてなかった。ヒロキシンね、要はヒロキシンだった時に、例えば高田さん狂人慎太郎人狼があってたけど、梅健が人間で、ううか高田さんがあの梅健に黒って言ったことによって分かりましたとってなった場合に、今日慎太郎が工藤さん釣り、要はさ、カラスのみゆきのサイズ付けと工藤さんのサイズ付け、両手で白引いたの分かるのよ、元気で人間飼ってるの分かるんだけど、慎太郎目線ってさ、間違えたくない今日において、カラスのみゆきと工藤さんのサイズ付けをどう頑張る。いやごめん、てっきり僕村が宝さん釣り飲んでくれないかなと思ったけど、宝さん新目線って全身がやる、もう三郎見つけてるから釣れるのか。そうだよ、明日慎太郎さんと慎太郎さんの黒崎の VS でも間に合う、ならそうしましょう。うん、うん、それでいいと思うよ。これ工藤さんと烏丸さんの話聞きたいけどな、普通に。宝さんが、まあ、狼の場合、まあ、三霊さんに票を重ねた行為が相方らしくないという意見が昨日発、投票中に誰かから出てたのを覚えていて、まあ、いくらでも理由をつけて投票僕とか予知区に変えられた人だと思ってるんですね、高田三霊の相方って。なんか高田三霊の相方、宝さん狼がないと思ってるのが1点と、宝さんが狂人の場合、昨日 GJ が出て、かつ慎太郎くんのグレーに、まあ、黒梅家に黒打ったと、まあ、仮にあれ、まあ、結果今木さん、まあ、宝さん狂人なり今木 GJ かどうかわからないわけなんですけども、まあ、自分が信用取れていた状況だから、まあ、なんとなくわかるじゃないですか、自分は噛まれてないだろうなとか、まあ、ワンチャン慎太郎くん噛んでるかもしれないけど、今木 GJ の可能性大いに追うはず、宝狂人は。いう時に、梅剣黒で破綻すると、翌日慎太郎護衛されて、ほぼほぼ盤面積みになるので、あんまやらないかなと思っていて、黒打ち自体俺は。GJ 起きたの見て。まあ、俺ならやらない程度なんだけど。っていうところから、まあ、普通に死んだと思ってますよ。はい。うんうん。慎太郎くんラストルフで、狂人はヒロキさんから打ちたんだと思ってます。自分で言うのもなんなんですけど、まあ私目線、工藤丸さんに明日黒が出た場合にすごい難しいのが、なんか高田さん狂人っていう推理が最後に、あの霊能者の今木さんからの、あの出してたと思うんですけど、結構納得できてて、人狼だとすると、やっぱり私のスケール的に数が合わないかなと思ってて、で、狂人ってなった場合には、なんか誤爆をしてるような気がしてて、梅健さんで、うん、合わない。で、余計に元気さんを白浮きするっていうのが、まあ、このまま続く以上、なんか それぐらいでしか慎太郎さんのシーンを追えなく、で明日工藤丸さん黒打たれたところで精査がむずい、むしろ自分に黒打ってくれた方がマシまである。えハイブリさんとかどうですか、俺なんか結構さっきの工藤丸さんの意見も含めてですけど、なんか慎太郎さんのシーンを追えんのかなって思ってるんだけど、これ俺だけ基本的には追いづらいけど、はい、もしごめんね、追いづらいのね、ただ追わないといけないと思ってるし、初日の印象は慎太郎くんの方がいいから、はい、俺は。まあ慎太郎梅剣三霊の否定をしたくて、うん、まあ昨日圭介さんが言ったストーリー性の話に追加したいんだけど、だったら圭介さん人狼の方が多分コスパが良くないですかね。圭介さん黒結果打って、じゃあ梅剣さんという人狼が初日で、圭介さんが人狼だったら三霊ハイブリ両白っていうスケールを落としてるから、そっちとは自然に僕は三郎が手をつなげると思ってるんですよ。じゃあ慎太郎神だったら圭介神郎だから、じゃあ圭介さん神郎だったら、三霊さんとハイブリさん両白だから三霊さん積んだ方がいいよねっていう議論でもできるしっていうのはまず1点、うん、あと純粋に、まあ、2点目はその三郎の場合に2日目に、まあ、僕の方が信用勝負で若干劣っていて、まあ、その状態でまあ三霊さんライン切りはするかもしれないけど、その後梅健さんというじゃあラストルフ1が、あれ違うわ、その三郎だったら別に宝さん紙でもよくないですかね。高田さん噛んでグッチョブ出たら、うん、まあ悪出しは罪だよな。まあそうか。だから絶対それは起きえないよな、多分な。多分安定の今木神だったと思う。そうだ。あ、ハイブリさんちょっと相談したくて、うん、あ、りょちんは一応隠しろだけど、狂人っていう声もあるから、一旦ハイブリさんなんだけど、うん、俺さ、元気をさ、別に隠しろ置きを、なんか、できてはないのよ、俺はね、別に。うん、それよりか、烏丸さんの方が人間っぽくて。うん。どう思ってます、ハイブリさん。今剥がすほどじゃないと思ってる。なるほどね、うん、はいはい、まだ白を着ていいと思ってる、特に尻尾が出てないから。なるほど。それでは話し合いが終了となりました。投票をお願いいたします。どうぞ。はい、投票は高田さんに1票、
まあ元気さん人狼だったらもう諦めるしかないかなと思ってるんですよね。そこ僕がなって黒って言った時に信用勝負で勝てる気がしないんで、もうそこは人間を信じて、それ以外に人狼がいる場合が僕が村の勝ち筋かなと思ってるんで、まあシンプルに工藤さんを占うと思います。うん、まあ人間ならでかいしってぐらいかな。まあちょっと夜時間使って慎太郎梅剣見たもの否定をもうちょい考えときます。あ、工藤投票しますね。慎太郎くんに入れて、あ、もう一個あったな。宝沢教授の時、僕の目線ね、元気さんと烏丸さんなんですよ。基本的には、狼が、想定がね。ほぼほぼ。これはほぼほぼって。で、囲われてるわけだから、別に慎太郎くんの信用低いから、慎太郎くんが見て選択肢も狼にあって、まあ、その場合、高田烏丸に注目が集まって、三笘さんが釣れない世界線も十分にあったなとか思うし、元気さんのこの仮想白市の置かれ方を見ても、まあ十分逃げ切れるかなと思ってるから、まあそれが起きてないのも、宝さんに対する加点かなと思ってます。まあ、一種表明 あの投票なので、これは。宝さん釣りでも僕釣りでもいいですよ。はい、投票します。投票慎太郎に入れます。そうですね。まあ、今日俺が釣られそうだなっていうのは分かってるんですが、慎太郎が明日誰を VS に選ぶんだろうな。なんか結構、まあまあ、明日以降俺が偽になって、じゃあ慎太郎が真に見えますってなる、世界戦の戦い方って俺が慎太郎のポジションに座ってたらめっちゃしんどいなって思ってて、まあしんどそうだよな。元気さんを太鼓に選ぶ気がないんだろうなという意思だけは見えてます。はい、まあ工藤か烏丸頑張ってください。投票します。投票高田さんに投票します。まあ、まずなんか慎太郎さんが今日言ってた圭介さんに黒を打つ論の、まあ、1点目に関しては、まあなんか そっくりそのまま圭介さん白を投げる理由にもなってるから、なんかそこでは精査が慎太郎さんの心機は分からないっていうのと、あとまあ全視点戦況に見られてない圭介さんが、まあ烏丸の方がより白く元気さんを考え直す、まあハイブリさんはまだ剥がすほどではないって言ってるから、全然まあ元気さん狼でも慎太郎さん目線間に合うとは思いますけどね。思いました。以上です。投票しますね。投票は慎太郎さんに投票します。なんかまあ俺いろいろ考えたんですけど、まあ、工藤丸さんに投票するのは多分慎太郎さん目線違うだろうし、まあ、僕の目線で言えばなんか慎太郎さんをもうなんか信を追わなくていいかなって、まあ、もうちょっと思っちゃったから、もう自分が思った方に投票するっていう感じですね。で、なぜかというと、工藤丸さん、烏丸さんの才がつきづらかったから、どっちがいいかなっていうのを慎太郎さんの提案の後に考えてたけど、なんか真だと思ってる宝さんに投票したくないからっていう理由ですかね。以上です。投票します。表示に追われてるらしいので、宝さんに投票しておきますが、あの僕のもう本音、ペラペラペラってやっとくんですけど、僕は慎太郎さんを真だと思ってます。僕は慎太郎さんを真だと思ってます。あの間違ってたら申し訳ないけど真だと思ってますし、僕は慎太郎さんが占い進路の僕強人とかを考えないのであれば、あの元気さんを見てほしいなって思ってます。元気さんの色判定が一番気になるから、白なら白でそれでいいし、要はその占い進路のケース、僕強人のケースだけ白引きで負けみたいなパターンあるんですけど、慎太郎さんがそれ考えないならやってほしいなって思ってます。まあ、一番言った要素は三玉梅剣慎太郎に見えん、それが一番でかいです僕の中では。はい高田さんに投票します。予言の真偽がまだむずくて自分の中でね、いや分かるのよ、元気の投票理由とかさ聞いてると不安になるんだよ。だって元気ってさ、工藤さんと烏丸さんのサイズ付けができてなできなかったって言ってるってことは、別にさ、なんか元気が慎太郎に投票する仮説においてさ、要は工藤さんも烏丸さんも人間すぎる慎太郎投票だったら分かるんだけど、元気ってすごい回答を保留するような言い方じゃん。工藤さんも烏丸さんもサイズ付けできんかったわっていう言い方で慎太郎に席決め打たれちゃうとちょっと困っちゃうから、ちょっとね、まだ悩ましいね。うん。はい、投票します。原神投票しますね。元気さんほど真決め打てないけど、僕は9割ぐらいは剣士真だと思っている。慎太郎君2戦の時は、呂地圭介に潜伏強陣いそうやなと思ってる。圭介君の今日の元気さんの白剥がしとか、呂地君も慎太郎君真をしてるのとかで、どっちかに選挙いそうやなとめっちゃ思ってるが、
一応慎太郎くんが明日結果が出せるはずなので、そこからもう一度考えてそれが納得いくかどうかで最後まで議論したらいいんじゃないかなと思っておりますが、まあ、慎太郎くんの場合は頑張って説得してほしいし、まあ、剣士氏の場合は工藤カラスマ頑張ってください。以上です。それでは投票の結果、本日処刑されるのは高田健司さんです。遺言をお願いいたします。はい、自分が偽の世界線をずっと考えてて、慎太郎が真で俺がグレーの中に残っていて、俺が偽の世界線をずっと考えてたんだけど、俺が偽の場合って多分強人になると思うんですよ。おそらくね、人狼って成立するか、多分俺が人狼で慎太郎が真の世界で三玉の人狼が落ちている形で、工藤元気烏丸の中に相方がいてっていうルートだと、これ仮に慎太郎が釣れたら負けないかって思っちゃうね。だから俺ってほぼ強人じゃない、人外知っていた場合って。いや、わかんないけど、だってこれ俺、これ仮に慎太郎から釣れてゲームが終わりませんでしただと俺の破綻が確定するからだよな。だから強気にアクションを起こせる場合って、俺が強人で僕が生存していて、梅剣が白で、で二郎生存残ってるとか、まあそんなルートじゃないと、今日勝つ気満々の投票じゃないとそんなことならないと思うからだと思ってます。なのでまあそんな感じで考えてもらったらいいんじゃないですか。俺は明日慎太郎が釣れると信じてるので、まあそういう感じで盤面考えてもらえれば分かりやすいんじゃないかなと思ってます。それが成立しないと思うんだったら慎太郎の人狼ってそのまま釣れると思っているから。俺狼は多分ね、あんまりどうなんだろう、まあまあみんなで考えてください。以上です。それでは高田健司さんを処刑したにもかかわらず、恐ろしい夜がやってまいります。生存した皆様はビデオの停止を押してください。それでは皆様おやすみなさいませ。本日の犠牲者はケイスケさんです。4番ケイスケさんはビデオの停止を押してください。それでは現在6名生存です。皆様話し合い開始前にマイクのミュート解除をお願いいたします。それでは話し合いを開始してください。どうぞ。おはようございます。元気さん人狼です。うわ、そっちか。まあシンプルに考えたら元気駆動三玉の三郎高田さん強人、さすがに昨日の工藤さんの僕投票は、まあ、村でも間違いうるけど、それが一番素直な三郎です。俺元気さん人狼だったら誤爆があると思う。慎太郎くん死んだらね、マジであると思う。元気烏丸さんが間違ってる俺に、烏丸さんが元気さんに合わせて間違ってる俺に乗らない理由ないなと思ってるから、正直。俺梅剣ってことですか。まあ慎太郎くん死んだと考えたらですよ。はいはい、まあ、一応僕目線元気烏丸三玉はあるにはあって、まあ、その場合工藤さんが昨日間違えて僕投票してるけど、まあ偶数進行だからまだゴリ押し PP できないんで、僕投票してもね。まあでもさすがに烏丸工藤の比較は烏丸さんのような部があるんで、僕の目線ではね、元気さんがだったことからも、その投票化するとそうっすよ。ちょっと俺黒だと思ったら飛んでくるの、うん、いやまあ迷ったんだけど、まあ、僕は両親さんの強心を追ってないんで、ありがとう、うん、まあそれを信じただけっていう感じではある。お、結構工藤さん黒打ってたら慎太郎さんに投票しちゃってたんで、そうっす。りょちくんの慎太郎くん死の理由だけ教えてほしい。ごめん、慎太郎さんが人狼だったケース、まず慎太郎三玉梅県の三郎の時に、うん、ケイスケさんはあのストーリー言ってたけど、こいつ少なくとも悪いことしてるのは間違いなくて、僕は慎太郎さんが、うん、あのケイスケに黒を打った時、慎太郎梅剣の二郎っぽくも見えないと思うんですよ。だって梅剣さんはケイスケ人間軸で推理進めますって言ってるわけだから、うん、梅剣さんってそこからフラフラできるわけよ、考察的にね。そしたら慎太郎梅剣の二郎構成も相当組みにくい上に、慎太郎三玉まで手つなげる、うん、もうアドしかないし、慎太郎さん人狼、三玉人狼、梅剣人狼の時でも、うん、グレーに二郎構成組ませるとしても、グレースケール僕一番悪かったから、正直立ち位置的にね、うん、で僕がどんだけ慎太郎さん死んだって言ってたとしても、慎太郎さん僕に黒投げ毒だから。はい、まあ、僕の口からも言いたくて、あ、すいません、少しだけ時間もらえますね。どうぞ。まあ、慎太郎梅剣見てもらった場合に、多分僕の結果らしが一切二郎のアシストになってないと思ってて、多分僕って霊媒の白と圭介さん白で2日目で使用してるんで、まあ、これによって別に梅剣さん止めてますの HP が上がるわけでもないし、なんなら僕は圭介さん白結果からそのまま計測して早めで見たもの精査をすればいいとまで言ってるんで、まあ、プラスじゃあ梅剣さんの僕が相方同士で2日目に高田さん死に偏ってる時に、まあ、じゃあ梅剣さんが僕のシーンを上げる必要があんまないと思ってほしいけど、手ぐらいです。まあ、ちょっと慎太郎さんがどういう構成に
してるかあれですけど、まあ、僕自身が人狼でおそらく、まあ、みんなから人間って言われていた人狼だった場合って、初日僕が仮想人狼一と言っていてヒロキさんを噛む必要がないということが一つと、あとは、何があるかな、何があるかな、まあでも そうだった時の僕の立ち位置、今確定してるのが梅健さんだと思うんですけど、まあ、梅健さんじゃねえや、三玉人狼だと思うんですけど、だったときって、俺は多分、容易に三玉に投票して、慎太郎さん側にもっともっとついた方がいいけど、基本的にはずっと高田健一さん寄りの、推理をしていて、それは僕が、慎太郎さん人狼推理をしていたから、その、それに引っ張られてたっていうのが、まあ、結果そうだったっていう感じですね。元気さんって工藤丸さんの白要素言えます？いや、言えないです。はい。まあ、元気さんにつく要素があるとすれば、元気さん目線で工藤さんの城が拾えてない場合に昨日の僕投票が、まあ、人外要素になるかなっていう感じ、これは村に伝わると思うんだけど、でも元気さんって、まあ、ムーブ的に結構その2日目に自分が利用されてるかもしれないという懸念を持っていたじゃないですか。安直に考えたら慎太郎人狼かもしれないけど、ちょっと精査のスタンスは取っていて、まあ、それが昨日なくなったことかな。工藤さんが人間っぽいなら分かるんですけど、でもそれだったらまあ普通に宝刑事さん投票すればよくないですか。うん、まあだから僕は元気工藤で昨日ご利用したのかなって、まあ一回アイス、ああ、でそしたらだって、まあ、教授いることにかけてるって感じじゃないですか。僕メスだったら人狼なの、人狼なのか教授なのか。それでは話し合いが終了となりました。投票をお願いいたします。どうぞ。投票いきます。元気さんに1票。いや僕は結構元気駆動で、まあ、昨日僕ずってご利用しもあるかなと思ったんだけど、今の元気さんの強靭清掃にかけたってことですかっていうのがワンチャン宝さん狼の視点付けもあるのかなと思ったんですよね。まあその時でも昨日宝さんじゃなくて僕から釣った方が利はあるし、ワンチャンこれ今日僕処刑されて宝さん狼だったら終わらないんで、その時に強靭がいなかったら僕のシーン確定しちゃうから、最終日にその打ち明けもあるかもってぐらい。まあ、本戦は元気駆動なんだけど、はい、おい、投票します。慎太郎さん投票します。僕が、僕が人狼だった時、昨日宝さんに投票して、慎太郎さんを例えば今日襲撃して工藤丸さんと烏丸さん戦わせた方が早くないですか。多分、まあ、旅地は慎太郎さん死んって言ってたけど、慎太郎さん新目線でも工藤丸さん、烏丸、みゆきさんで多分戦えるはずだから、僕はその3択でなんか戦った方が僕目線なんか強くないですか。はなんか言いたいかな。なんかあるかな。でもそんなとこっすね。ありがとうございます。まあじゃあ行きますね。ほんとちょっと旅地区の投票見たかったんですけど、まあ、そこまで贅沢も言ってられる立場でもなさそうなんで、まあ、慎太郎くんに入れます。僕は慎太郎くんのシーンでカラスマまで狼って見えないのが、まあ、さっきも言ったんですけど、まあ、間違ってる村人の僕に乗ってカラスマさん向きの慎太郎くん投票して、で旅地区は慎太郎シーンって言ってるけど、ハイビリさんは宝さん9割シーンって前日から言ってる人だし、でケイスケさんはどう考えてるか分からない人だったから、なんか十分決めようがあったと思うんだよな、元気カラスマの時って思ってるのはやっぱ変わらないのと、変わらないかな。あと結局僕この村グレーはずっとよく分からなかったんですけど、まあ占いの精査の方は自信があったので占い軸で言ってたから、この結果も変わらないかな。じゃあ行きましょうか。元気さんに投票しますよ。いや梅県、まあなんか僕の今一番持ってるでかい要素は、まず梅県三玉慎太郎の三郎がマジで醜すぎる。梅県三玉の老老ももう正直変だなと思ってる。これは梅県さんって2日目議論中は僕殺したい派閥の意見だった人で、梅県三玉の場合前日から圭介人間上げ三玉人狼推ししてたから三玉とライン切れる要素もうたんまり持ってた人なんですよ。で、三玉かばって、ケイスケ白刺さったのにね。ケイスケ白刺さって三玉かばって、三玉が占い師二人が投票したから入れますって、なんか身内切りとしても変だなって思っちゃうから、なんか梅県三玉慎太郎本当にないと思っちゃってるんですよね。投票します。投票慎太郎さんに入れます。わし、両津さん、これで強靭切っていいかなと思ってるんですけど、まあなんなら昨日から、強靭がなさそうだなと思ってるんで、なんか懸念してたのがどっちかっていうと呂地さんよりはハイブレさんの選挙ぐらいだったんで、まあでも高田さんの人狼切れるから、
ごめんなさい、ハイブリさんが村人で普通に慎太郎さんが死んだった時にちょっと考え直したい最後のハイブリさんの投票順なんですね。以上です。投票しますね。元気さんに投票しますね。決戦にしますが、このままだったら俺は多分慎太郎君に入れる。俺はね、旅畜のその論がね、あんま納得いってないのは、結局梅剣は三玉君の釣りを嫌がった人だから、人狼の作戦がコスパ悪いのは分かってるんだけど、ハマらなかったパターンの方が俺しっくりきちゃっているのと、旅畜君を白で見た時の人狼軸が俺やっぱ慎太郎君に見えちゃうね。どっちかに一郎はいるって思っちゃってたから、その慎太郎、リョチ両方白があんまり見えにくいのよねって思ってます。なんかそこの否定とかが慎太郎君が入ったらすごい嬉しい。はい、それでは投票の結果、本日は元気さんと慎太郎さんの決戦投票となります。本日の弁明の順番は、お待ちくださいね。すみません、キャプチャーの問題でキャプチャーできておりませんでした。本日の弁明の順番はこちらです。元気さんからです。50秒間の弁明をお願いいたします。どうぞ。はい、僕が、まあ、さっき言いましたけど、僕が人狼だった時、初日僕が多分唯一この議論の中でひろきさんに疑いを向けていて、ひろきさんを噛むということを僕が、まあ、ある種ラストルフ想定だった時しないということで、僕と高田さんと僕と高田さんと三玉人狼だった場合において、僕と三玉と誰か工藤丸さんと烏丸さんだった場合、今日投票で、まあ、多分みんな目線だとつながってるように見えてるかもしれないけど、僕が工藤丸さんに視点を向けて、でしかも烏丸さんから、僕の白を剥がそうとする声が入っていたこと、2人に対して投票を向ける行為をしようとしてたことは、人狼同士と思ってほしくないです。で、三玉と僕と高田さんだった場合は、三玉と僕と高田さんだった場合はちょっと分かんねえな。ただ皆さんが高田健志さん強人で、工藤丸さんと烏丸さんの中に人狼いると思ってるんだったら、僕はその2人に向けていますし、向けられてます。はい、話します。まあ、正直慎太郎梅剣見たもの否定はもう僕デッキ出し尽くしたっていうか話し尽くしたんで、僕は元気さんの人外要素で勝負しようかなと思ってて、元気さんがもしも村人だったら結構いい位置じゃないですか。割と人間で置かれてて、霊媒のイマクさんも元気さん人間っぽいって言って死んでるんで、割ともう処刑されない位置まで行ってるんですよ。だから元気さん人間目線って多分勝負を急ぐ必要がなくって、3日目宝さんを安全に釣り、僕が工藤さんとかにどういう色を投げるか見てから判断でも別に間に合うんですよ。だからそれをしたかったことが単純に行き急いだ人狼、まあ、ワンちゃん昨日僕を釣れればパワープレイができたから急いだという人外を恐れ戦いたい僕は。はい、それではお二人の弁明が終了いたしましたので、元気さん1番、慎太郎さん2番とさせていただきます。残り4名の方、軍の状態で手を前に出してください。全員揃いましたら一斉に投票を行います。それでは投票に移ります。投票3、2、1、ドン。2番慎太郎さん3票、1番元気さん1票で、本日処刑されるのは慎太郎さんです。遺言をお願いいたします。まあこれはきつかったっすね。まあ続くんで、まあ一応続いた場合の勝ち筋として、仮度がいる場合は、まあ元気さんと工藤さんから護衛外して、まあそれ以外の3択、まあ3択っていうか、そこ護衛です。仮度がいない場合は負けだけど、まあ勝ち筋があるとすれば、梅剣さんの誤爆、もしくは宝さん人狼で強人がいないパターン、まあその場合は最終日元気さん釣るだけか。うん、だからグッジョブか、まあ残り一郎しかいないが僕の活字なんで、どのみち元気さん処刑しか僕は押せないですね。はい、
それでは慎太郎さんを処刑したにもかかわらず恐ろしい夜がやってまいります。生存した皆様はビデオの停止を押してください。それでは皆様おやすみなさいませ。恐ろしい夜が明け、朝がやってまいりました。昨晩の犠牲者はハイブリッドセンサーです。ハイブリッドセンサーはビデオの停止を押してください。それでは現在4名生存です。皆様話し合い開始前にマイクのミュート解除をお願いいたします。それでは議論を開始してください。どうぞ。続くということは高田さんで人狼が落ちてるか誤爆メケンさんの、うん、そうっすね。僕目線だとすごいぞ。両偽両偽で両偽の場合に占い師に投票してる。だから結局あれか、両偽の場合でも両偽さんになるんじゃない。そうかなって思ってました。放置しすぎじゃない。両偽やば。両偽の場合ってちょっと待ってよ。高田両偽見たまっよ、ね、両偽の方があるよ。高田両偽見たま、高田両偽見たま。いや、慎太郎さんが人狼だった場合は、慎太郎さんが人狼でも慎太郎両偽見たまだから、そうだね。梅健さん誤爆、梅健さん誤爆の時は元気さん人狼だから関係ない。そうそうそう。あ、そっか。ん？俺誤爆のケースは両偽、俺目線は。じゃ、要は僕が人狼になるケースって占い両偽しかないから。うん。慎太郎さんが偽になるからね、僕人狼の時。うんうんうん。慎太郎さん狼、高田さん狂人。やめてよ。梅健。慎太郎さん狼、高田さん狂人。見たま元気梅健か。その時高田さん。高田さんって2日目まで出してる結果新結果なわけじゃないですか。霊神じゃなくて高田さん神でよくないですか。一応慎太郎さんが連れてらすローになるのか。うん、そう、慎太郎さん連れてラスト。あとこれおもろいな、占い両義の場合って慎太郎さんの提案に乗らなきゃいけなくて、慎太郎さんの工藤さん次提案にね。まあでも拒んだのって、ケースから提案あったからな。いや僕も拒んでるから。高田さんするよって、高田さんするよって言ってる。でも俺昨日の盤面からするともう両親投票するしかないけどな。え、工藤さんとかカラスマさんって両義考えてます？両にする場合、僕はひろきさんの初日の投票時間のやっぱり全員フラットレス発言がめっちゃ占いっぽいなと思ってたから、もうしょうがないかなと思ってます。あの、ひろきさんのせいとかじゃなくて、うん、僕もあの発言見て俺が狼なら噛んじゃうから、あれ。まあ、しゃねえかなって思ってます。バレたんならバレたり。元気さんに入れます、100%。てか、高田さん死んだと思ってたのが外れてすごいショックだから。それだけだな、俺は。いや、わかるわ。僕視点確定領域ないから。だからまあ、両地は多分俺投票するでしょ。そう、昨日の決戦投票、元気さん投票でいいからね、その領域知ってる。そうだね。まあ、ただ、カラスマさんと工藤さんにいて、慎太郎さんが出してる結果、全部新結果のパターンは一応あるんだけど、慎太郎さん狂人でね。そのないでしょ。いや、ないわ。元気さん、人狼じゃないから、その時分かってるわ。分かってるわ。俺はもう両地投票しかない。それでは、話し合いが終了となりました。投票をお願いいたします。どうぞ。はい。元気さんに入れます。まあ、両偽だったら、申し訳ないです。あの僕の投票で負けるんで申し訳ないんですけど、まあそれより何だろう、僕グレーの精査俺できないなと思ってて初日から。え、占いの精査めっちゃ自信あったけど、まあ、仮に慎太郎くんが死んでこれ続いてる場合の時は俺で元気さんつって、まあ、せめてもの食材としたいなというところです。投票します。あ、いいよ、どうぞ。じゃあもらいますわ。元気さんに投票します。慎太郎さんも死んだと思ってた上で昨日の決戦投票、まあ、大泣きしてたんですけど、まあ、終わったなと思ってたらなんかゲームが続いたことにだけ、まあ、不幸中の幸いだと今思ってるんですけど、両偽がないことというか慎太郎両地高田がないことは、まあ、高田さんが人狼の時は僕に占い結果、まあ、させばいい基本。慎太郎さんが僕との相方同士の時は僕が工藤さんの釣りを止める理由がない。
まあ、ケイスケがもちろん声大にして言ってたから僕は目立ってなかったかもしれないけど、僕もちゃんと言ってるんで、かな。投票します。投票は両チに投票します。両院制のケース、ま、なんかこのパターンをちょっと想定してなかったんですけど、それで言うと、まあ、もし仮に4位制だった場合って、まあ、さっき昨日の論に戻るかもしれないですけど、僕は別に慎太郎さん投票じゃなくて宝さん投票すればいいんじゃないですか。あ、逆か、慎太郎さん投票じゃなくて宝さん投票して、まあ、チャー濁すというか別に波乗ればいいんじゃないですか。それしか言えないな。でもなんか それ以外だと、まあ、俺は宝検査欲しいんだと思ってたんで慎太郎さんに投票したって言ったらそれだけですね。投票します。ちょっと今一生懸命考えてたんですけど、やっぱりあの両二世を展開できる推理が全くなくて、どっちにしろ、まあ、両二世だったとしたら慎太郎さん狼宝さん教授になるよなと思うんですが、まあ普通に元気さんがカラスマクドーマルを釣ろうとした狼っていうのを拭えない以上、元気さんを残すわけには申し訳ないですけどできないので、元気さんに投票します。それでは投票の結果、本日処刑されるのは元気さんです。遺言をお願いいたします。まあ、結果だから最後両二世で分かったから、もうだからどう返していいか分かんなかったっていうのが正直あるんですけど、そうだな、そっか、あの時に、まあ、それこそ宝さんを処刑するというケイスケの提案があった際に、僕はどっちかっていうと占い残す、あの、まあ、宝さんが全部人狼見てたからかは分かるけど、宝さんを死んだと思っていた工藤丸さんと同じ視点を持っていて、宝さんにまず投票したくなかったっていうところがあるので、なんか投票を曲げないでちゃんと投票できたことは良かったかなと思うんですけど、結果的に、慎太郎さんからなんか苦労をもらって今日釣られてしまうことによって村が負けちゃうっていうのはマジでちょっと申し訳ないなって思いました。でもそれ以外にちょっと返せることがあんまりなかった感じでした。すいません、以上です。それでは元気さんを処刑したにもかかわらず、恐ろしい夜がやってまいりません。村人陣営の勝利です。おめでとうございます。それでは皆様お戻りください。ナイス。いや、すみません。いや、負担かけました。ナイスゲーム。ちょっとお待ちくださいね。ほい。ほい。じゃあ、ちょっと画面の調整をさせていただきつつですね。ちょっとごめんなさい。ちょっと私の方から謝罪ございまして、5日目の、投与時間の弁明の際、慎太郎くんの、時間がですね、30秒の投与時間になったそうで、あの、私の方でちょっと操作ミスがありましたので、僕も気づかずに申し訳ございませんでした。ちょっと、あちらは、30秒で、慎太郎くん残り20秒あったんで、今弁明していただければなと思うんですけども、大丈夫でしょうか。あ、これ、強靭いないんで、元気さんでラストルフで勝ちっすね。ありがとうございます。では役職の内訳を発表させていただきたいと思います。まず人狼3匹が高田健さん、三玉さん、元気さんの参加でございました。あの身内切りやばいな。違います。すごいな。はい、そして、狂人がひろきさん。そういうことか。はい、実はですね、人狼目線では能力を持ってそうなのがひろきさんで、いや多分全員思ったと思うよ。めっちゃわかる。村も全員思ったと思う。絶対神やんと思ったから。強人かもしれないなってのは2日目以降によぎっているっていうね感じでございましたね。噛んだ後に、はい、占い師が出てくるならもう強人あったなと思っちゃった。そして占い師慎太郎さん、レバシ今木さん、騎士圭介さんでございました。はい、圭介さんはカラスマミユキさん超え、2日目今木さん超えでグッジョブ、3日目高田健さん、そして4日目ハイブリッド戦さんでございました。はい、ということで皆さんお疲れ様でございました。